今ちょうど1週間経って、少しね、体幹が鍛えられたかなっていう感じがしています。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、稲垣です。よろしくお願いいたします。今日はですね、健康編ということで、私今ヨガをですねやってます。ヨガをやってると言ってもですね、ヨガをやってると言ってもヨガに通ってるわけじゃなくて、よくでこうインターネットでヨガを調べますといろいろ出てきます。動画も出てきます。でよく上位に引っかかるのがウェルネス2号さんっていうね、体重が、身長が167センチの体重が70キロなので、これがどういうふうに変化していくかっていうところも皆さんにまたお伝えしていきたいなと思ってます。体は硬いです。カチカチ硬いです。例えば前屈できません。こんな感じです。腰痛いんですよね。だからこの腰腰痛を治す目的でヨガをやってます。まあ大体1日30分ぐらい、ウォーミングアップの朝ヨガを10分、そして、少しね負荷の強いヨガを20分、これはどちらもウェルネス2号さんのものを使ってますけども、まあ、こちらに行ってる時にはやるようにしています。で今ちょうど1週間経って、少しね、体幹が鍛えられたかなっていう感じがしています。今日もやってみたいと思います。膝で半円を描くように足を動かしてください。
スマイルマークですね。膝でスマイルマークを変えていきましょう。それと同時に顔もニコッとスマイルしていきましょう。今日も一日笑顔で過ごせますように。足の動きに慣れてきたら頭を足と逆方向に動かしていきます。足が右の時は頭を左、足が左の時に頭を右。正面に戻し、お尻を左にずらし、両足を揃えたまま右に倒します。ツイストです。顔は左。鼻から吸って、鼻から吐きます。吐く息と同時に左肩を床にぐーっと近づけていきましょう。もう少しストレッチが欲しければ膝を脇に近づけてください。正面に戻し、お尻を右にずらし、両足を左に倒します。顔は右。ヨガをするとき、どんなポーズでも力ずくで押したり、ストレッチしてやるぞと思ってポーズをしないようにしましょう。深く呼吸をして、ポーズの中にリラックスしていきます。その結果、筋肉や組織が多くになっていったり、ストレッチする場合もありますし、しなくても全然それは大丈夫です。ポーズにリラックスしていくことを心がけてください。正面に戻して、両膝を抱え、自分をハグしてあげます。とハグしてあげましょう。前後ろにゴロンゴロンところがあります。背骨のマッサージです。 2,3 回やってください。やり終わったら両手を床につき、両膝も床、手は肩幅よりも広く、膝はマット幅。足を揃え、お尻をかかとに近づけます。チャイルドポーズです。大きく息を吸い、背中をぷくっと膨らませます。今度は口からため息とともに吐き出しましょう。両手を右に動かして、左の側面を伸ばしていきます。同時に左のお尻をかかとにぐーっと近づけて、左のお尻のあたりから左小指先までぐーっと伸びていくのを感じてください。ゆっくりと正面に戻し、逆です。右お尻から右小指までを伸ばしていきます。
足を過ぎて両手を頭の上に持ってきます。吐く息で手は胸の前に。じゃあちょっと動きましょう。吸う息で両手は頭の上、吐く息で腰が前に倒れます。では床、吸う息で少し起き上がります。手は足首でも床でもどちらでも大丈夫です。吐く息で前に倒れます。でまたゆっくり起き上がり、手は大きく回して頭の上です。空に胸をぐーっと広げてみましょう。吐く息で手は胸の前、あと2回こうやって動きます。吐く息で前に倒れます。吸う息で少し起き上がって背中はまっすぐ、吐く息で前に倒れます。起き上がり、手は大きく回して頭の上、ぐーっと空に向かって広げます。吐く息で手は胸の前、ラストです。吐く息で前に倒れます。吸う息で少し上がって、吐く息で前に倒れます。吸う息で今の自分の人生で感謝することを一つ思い浮かべてみてください。家族とか友達、自分自身でもいいですし、状況とか魔法とか何でも大丈夫です。思い浮かべたらそこにグーリーを確認しましょう。今日もありがとうございます。皆さんの一日が良い日になりますよ。これでこの朝ヨガの動画は終わりです。またお会いしましょう。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。